今からモーニングセットを作るんだけれど、まずはコーヒーを入れます。コーヒーは毎朝2杯ずつ飲みます。1杯目はブラックで飲んで、2杯目は、ミルクと砂糖を入れることが多いですね。それからサラダも作っておきます。
も温めておきます。2杯分で豆が 30g、 お湯は 400g 今回は使います。蒸らしている間にパンの用意をしておきます。いつもこれ使っています。コーヒーの蒸らしが終わったから2投目。3投目。少し待ちます。これで全部今回は入れ切っちゃいます。放っておきます。パンがいい感じに焼けているので、バターをパンの上にのせて溶かしておきます。ではサラダを盛り付けていきます。このキャベツは週末にもう1週間分千切りしてストックしてあります。
キャベツは腐りやすいから。しっかりとこう、空気と水気を抜いておいてから保管していきます。ピチにしてます。きゅうりとトマト、それからハム。まあ時間があるときはベーコンを焼いたりすることもあります。それからパセリ、飾り付けじゃなくてこの千切りのキャベツとパセリはものすごく相性が良くて美味しいです。で、今日は缶詰のみかんも用意しています。バターがいい感じに溶けてきました。塗り伸ばします。で、今日のジャムは、まあ本当は3種類こう乗せたいところだけれども、今日はもう、このリンゴジャムがあるだけです。これをたっぷりと乗せます。あとはゆで卵も何個か用意してあるので、まあ今日はそんなにお腹空いてないから半分だけ。はい、盛り付け終わりです。